どうも、ガバガバです。今回は久々に、トルネコの大冒険2、もっと不思議のダンジョンです。耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もっと不思議を1時間切りました。前回が1時間33分だったので、そりゃあめちゃくちゃ上手くなったんだろうな。そんなわけもなく、とあるバグ技が発見されたからです。簡単に言うと、無を取得して即折りをしていきます。ですがそんなに好き勝手できるわけでも、爆速ゲーミングできるわけでもないです。仕込み方、やり方はプレイ中に解説していきます。じゃ、そろそろ始めましょうか。はい、用意スタート。序盤は喋ることもないので、無の取得について説明します。今回のバグ技で必要なのは、右枠の通り。英実は、選ぶ巻物だけです。肝心の無を取得する方法ですが、手持ちを空にして、床に置いた選ぶ巻物を読むだけ。すると空欄を選べるので、丸ボタンを押すだけです。今回は吸い出しの巻物を使って、無から吸い出してやります。無をパンにしたり、バグアイテムを生成することもできるにはできますが、今回は無からアイテムを複製する技を使っていきます。簡単に言えば、分裂の壺を使わずに、アイテムを分裂させてやります。そうこうしてると店が出てんね。売り値線巻物は引き寄せ、吸い出し、聖域。大体は引き寄せです。一度売れば買い値で特定できます。そして売り値50草は薬草、目薬草、ルーラ草、命の草。目薬草かもしれないのに飲んでしまっていいのか、みんな思ってますよね。だってこの時点じゃバグ技使う気ないんだもん。そういうことだ。トルネコにといえば、クソ激ヤバミミックです。11階にいるようなやつが、普通に1階の店に紛れてます。HP30 なきゃワンパンされるので、今の状況ではいないことを祈るしかありません。対処アイテムが一切ないですが、引き寄せっぽい巻物があるので、ギリギリまで漁ってみましょうか。こういう場合、杖、巻物、あと欲しいやつ、の順に見ていきます。杖の値段が1800、2500、10000くらいのものだと、ミミック処理に使えるかもしれません。他には売り値150、250、買い値600、1000の草が状態異常系ですので、確実ではないですが、ミミックを処理できるかもしれん。見たいものは見れたので、階段の上でキス巻物を読みましょうか。命名は個人差がよく出るので、意味不明なものは右枠で書いときます。あ。もう泥棒できないねう。どうすんのこれ？お前らトルネコには初めてか？吸い出しが出たので、ここでバグチャートに行こう。さあ行こうぜ。バグって言ったら、もうお分かりですね。このゲームには、裏技がある。こんなことまでできちゃうんです。いつもの店バグです。商品を外に投げて、何か売って、買い取りは拒否する。これだけで外の商品から値札が外れてしまいます。あとは自由です。高く売れるアイテムがあるなら、ゴールドを作って、安いものは買う方が早いです。今回は1万指輪を転がして、後の資金を作りましょう。終わるまで倍速。いつもなら、テンションが25上がってそうな引きをしていますが、バグチャーだと使い道ないんだよね。無駄運なんです、うん。これだけ強い引きだと、いつもなら階段即降りでもいいのですが、今回は、必要なアイテムをいかに素早く集められるかにかかっているので、楽に周回できるうちは、全探索もやぶさかでない。特にこのゲーム、序盤は剣が重要で、まともな剣がないと4階からもうきつい。まさに剣もほろろ。出れば激アツ、出なきゃ激っつ。ところで、結局何を拾えばええんよ、って話なんですが。
うおー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 、これですこれ、吸い出しの巻物2枚目。無から分裂、吸い出し2枚目、あ、ふーん。では悪魔らしくいくぞ。あまりに進展がないので倍速。余談ですが、このゲーム、異様に偏ります。体感ですが、やたらと同じアイテムが続けて出てきたり、モンスターハウスが連続して出る、装備品が呪われまくる。また、ゲーム起動してすぐにもっと不思議のダンジョンに潜ると、超高確率で同じ BGM が流れます。私の環境だと、ちょっと不思議のダンジョン3回の曲になります。適当な NPC に話したり、寄り道してから入ると別の曲になるので、もしかしたら乱数調整ができるかもしれません。ディスクを読み取るゲームだし、古いから多分できると思います。誰かしい。ところで、無から分裂させる技ですが、そのためには右枠のアイテムが必要です。吸い出しの巻物については、白紙の巻物でもいいです。無限分裂と同様、巻物は2枚必要です。入れられる壺、というのは、アイテムをそのまま入れられる壺のこと。保存の壺が望ましいですが、変化の壺、倉庫の壺、使う壺以外であれば問題ありません。とりあえず吸い出し2枚、壺があれば、無から分裂するバグはできます。そこから即折りに必要なものを揃え、複製してやるという流れです。じゃあ即折りはどうやるの？って話ですが、それは揃ってからのお楽しみ。これまでの動画をご覧の皆様なら、もう察しがついてるかもしれませんね。正直、過去最高に見どころがない動画に仕上がっております。楽しみにしないでください。倍速に頼ってんじゃねえぞとお怒りの皆さん、ご安心ください。マジで何もなかったです。まあそういうもんですよ。7階に到達。見切りの盾がなかったら、ここまで来れてなかったくらいにはもう辛い。来たわね。これが欲しかったものです。そしてもう一つ欲しいものがあります。草と指輪を徹底的に調べろ。あーっと、それっぽい草が出ました。こいつは飲まずに取っておきます。もうアイテムはほとんどいらないので、使わないやつは外に捨てときます。準備できるまで倍速。すでに保存の壺も引いてるので、無から分裂するバグはいつでもできます。しかし分裂したい量が多く、点の敷地ではあまりにも狭い。それに即折りできると言っても、トルネコ本体がやられてしまっては意味がありません。手持ちは減らしつつ、必要なものを見定めていきます。さて仕込み開始。まず、増やしたいアイテムを壺に入れます。必ず吸い出し、白紙のどちらかは入れておきましょう。空きの部分には、増やしたいものを詰め込めるだけ詰め込みます。で、先輩、まずいですよ。ミミックを倒すアイテムないんですが。許してください、何でもしますから。いた。行く。ふん。ザクザク。負けるわけないんだよな。これ動画だぞ。まあ実際やってる時はこんなので何度倒されたか。ガバガバだから仕方ないです。それでは仕込みの続きを。次に、手持ちを空にしていきます。この時、装備も置かなきゃならんので、敵が来てもいいように対処アイテムの位置は覚えとくこと。手持ちを仕込んだ壺、吸い出しの巻物だけにします。そして吸い出し、壺、の順に床に置きます。最後に、床に置いた吸い出しを読みます。吸い出し。これでもうやりたい放題ですなわはは。夢のようだな。さて、この技、一体何をしているか、理解している範囲で説明していきます。まず、アイテムを一切持ってない状態で、選ぶ巻物を読むとこうなります。で、無を選ぶとどうなるかなのですが、どうやら最後に持っていたものを参照するようです。
今回の手順だと、最後に壺を持っていましたよね。この壺に対して、水出しの巻物を読んだ、ということになるのですが、実際に水出した大将は、持っていた壺の幻影、無となります。つまり、最後に置いたアイテムが情報だけ残っていて、それが壺なら、中身を水出して実体化できるのです。幻影壺は中身がなくなりますが、元の壺はそのまま。同じことを繰り返せば、また増殖できます。ただし注意点が一つ。水出した後、また水出したい場合、壺とは別に何か一つ拾わないと、無から水出せません。壺だけ拾っておいて、水出ししても、何も起こらないです。じゃあ、壺だけ拾っておいたとき、一体何が無に映し出されているのでしょうか。その正体こそ分かってはいませんが、こいつを使ってバグアイテムを生成できます。やろうと思えば、無からアイテムを生成することもできます。通常手に入らないバグアイテム、マイナス本能や、容量10の壺だとかも作れたりしますが、好きなものを狙って出せるわけではなく、確実にできるわけでもないため運が絡んでしまいます。RTA では多分使えないので、興味があったらご自身で調べてみてください。決して面倒だからではありません。さて、安全を確保できたら、白紙を使って壺の容量を増やします。壺は容量8まで増やせるので、水出し分を除く、7個まで同時にアイテムを増殖できます。しかも分裂の壺と違って、入れ直す必要もありません。ただ壺と何かを拾って、置いたら無から水出すだけ。オーラクチンチン。しかし見てのように、もう見せ中アイテムまみれや。なので増やした白紙を使って、さらなる稼ぎをしていきます。白紙4枚を使って、大部屋、モンスター、貼り付け、引き寄せ、と書いておきます。そしてこいつらを壺に入れて増やします。増やすまで加速。一通り増やしきったら、アイテムは拾い直しましょう。準備ができたら、まずは大部屋を読みます。次にモンスターを読みます。そしたら貼り付けを読みまして。しかしここで痛恨の一撃、この後引き寄せを読むのですが、引き寄せはトルネコの近くに落ちてるアイテムを移動させる効果がありますが、トルネコの周囲にマスに収まらない分のアイテムは、消滅してしまいます。仕方ないので、胃を出て気を減らし、近くのアイテムを拾っておきます。こんなことをやる理由は、一つはすぐわかるように、アイテム稼ぎです。モンスターハウスを作って、できたアイテムを回収するのが狙い。だが実はもう一つ狙いがあります。これはわかるかな？ヒントは、モンスターが大量に湧くので、ってことです。わからん。では正解ですが、敵の新規湧きを防ぐためです。他の作品にも通じることだが、敵がある程度存在すると、新たに発生しなくなります。しかもトルネコニの場合、敵の存在上限まで達してなくても、なぜか新規湧きしなくなります。なのですが、これが何匹いたら湧かなくなるのかというのが、フロアによって違っていたり。このフロアだと、8匹しかいないのに新規湧きしなくなってますね。そしてこのように、引き寄せられるのは最大25個までです。というわけで、必要なアイテムを回収していきます。まずは大部屋を読んで、次にモンスターを読みます。そしたら貼り付けを読んで、最後に引き寄せ、これで稼ぎ放題です。もう即折り用アイテムは揃っているのですが、それを持ち歩くための壺が欲しい、保存が欲しいんです。無から吸い出すとき、いちいち手持ちを空にしなきゃいけませんので、その度に手持ちをすべて置いたり、増殖作業をしたり、無防備になったりします。増殖したアイテムはたくさん持ちたいので、
だいたい壺5個までは探したいところ。無から水出す用の壺であれば、最悪割れない壺、火薬壺でも問題ありません。稼ぎは加速する。即折りを始めると稼ぎにくくなってしまうので、今のうちにやるしかありません。また保存の壺が出た分、即折り作業が楽になります。ですので皆さん、お祈りをお願いします。そういえばこんな技、いつ、誰が発見したのか気になる方がいると思います。もちろん私が発見したわけではないです。調べたところ、2年前にはすでに発見されていたようです。しかしどういう経緯で見つかったのか、誰が見つけたまでは不明です。まとめると、調べてみましたが、わかりませんでした。そうよね、トルネコニってプレイヤー少ないし、情報が全く入ってこないんですよ。だから皆さん、一緒にトルネコニ、しよう。長かった稼ぎもついに終了でございます。壺も集まったことなので、即折り返し。即折りといえばもちろんこれ。パルプンテの巻物は、読むとランダムな効果を発揮します。その中に、5フロア下に降りる、という、とんでも効果があります。こいつを連発して、どんどん下に降りる。それだけです。しかし単純に考えても7分の1で、1回引き当てるのに7枚読んだとして、残り80フロア降りるのに、112枚も読まないといけません。さらに一気に降りてしまうので、敵が急激に強くなり危険。巻物が切れるたびに増殖するのは、時間がかかるしリスクもある。だから壺を集めて、一気に読み切ってしまうことにしました。パルプンテの効果には、所持品をすべてプラス3にするものがあり、壺の容量も、勝手にすべて最大まで増やしてくれます。ですがそれでも一度ではクリアの100回までは到底たどり着けません。そもそも壺は最大で8個までしか入れられないです。さらにパルプンテの巻物は、目薬状態でないと、見えなくて読めません。同時に目薬草を、フロア飛ばしする回数分、用意しなきゃいけないのです。とある指輪が出てしまえば、目薬草なんて必要ないんですが、まず出ないような低確率とほほ。いずれにせよ、何度かは途中で増殖を挟む必要があります。増殖が終わるまで加速。終わりました。このダンジョンがな。もういい。とまあこんな具合に、マジでフロア移動が引けません。さっきやたらと偏ると話しましたが、本当に偏ります。あー辛い。うんこの量が多すぎる。そうだな。あまりに引けなさすぎて、壺増やした方がいいんでは？そう疑った時には、もう体は動いていた。もう気が狂うほど気が狂う。投稿者気が狂う。もう考えただけでめちゃくちゃにクソや。やってかんでーぜ。嫌だね。今度こそ即折り。行くぞ。信じらんない。やー。
引けました。これをあと16回引けば終了です。即折り中、パルプンテで装備とレベルが勝手に強くなっていくので、よほどのことがない限り、倒れる心配はありません。強いて言えば、途中で増殖の際に、手持ちを空っぽにするときが危ないくらいですが、さっきもやったような、大部屋モンスター貼り付けをしとけば問題ありません。部屋全体特技持ちのいる、26から30、41から50、80回以降を避けて増殖を挟めばまず大丈夫。こんなもの、カットーと思ったのですが、せっかくなので、こんなものをお見せしましょう。無から分裂の最中、壺だけ拾い直すとバグアイテムを参照してしまうと話しました。こいつを利用して、バグアイテムを生成する方法を紹介します。まず、祈りの巻物またはインパスの巻物を大量吸い出しの巻物をいくつか用意します。インパスは全識別を引くとダメなので、祈りの方がいいかもしれません。無から吸い出した後、何か一個だけ拾ってすぐ床に置き、次にインパスを無に読みます。すると動画のように、よくわからない何かを参照してしまいます。この作業を、何かしらの入れられる壺が参照されるまで繰り返します。後で吸い出す作業があるため、魔物の壺とかは失敗してしまいます。というわけで、入れられる壺を参照できました。祈りで参照した場合は、壺の容量が増えるのを確認できればいいです。個人的には色々出てくるのが面白いので、インパスでやる方が好みです。そして何も拾わず、床に置いてある吸い出しの巻物を無に読んでやります。このように、見るからにバグり散らかしたアイテムを生成できました。剣、盾は、見た目は合成されてませんが、何かと合成してやると、大量の能力を持っているのが特徴。黄金のツルハシバグのせいで、素晴らしい剣を作った業績が達成できない不具合がありますが、このバグ剣を作ることで、黄金のツルハシの能力を持った剣が作れるようです。この技は、バグ領域の壺を参照し、それを吸い出す、という流れです。ただそれだけでできます。しかし壺がなかなか出ないので、割と根気が必要。インパス30枚読めば、1個は壺が出るかなくらいの体感です。また、明らかなバグ利用です。くれぐれも、自己責任でお願いします。このバグを使ってフリーズした、セーブデータが破壊された、なんてことがあっても知りません。理由はもちろん、お分かりですね。本編に戻ってきましたが、もう何も言うことはない。と思ったのですが、一つだけこの即折り時に注意したいことがあります。今、81階にいますが、このフロア数が重要。このゲーム、なぜか100階が存在しており100階の階段を降りてゴールです。ですので、96階で5フロア飛ばしを引くのが、一番効率的なのです。道中は、目の前に階段があったらパルプンテせずに降りるのも一向。パルプンテのおまけで、盾がこんなことに。いつもなら発狂してそうな初手ですが、無視してこんなこともできてしまう。これがダンジョンの最新部なのか？大部屋モンスターハウスを引いても、白紙を増やしていれば問題ありません。にしてもこのゲーム、アイテムが揃えば本当にやりたい放題できますね。もしかするとパルプンテ連打より、レミーラ連打の方が早いかもしれませんが。もう考えたくないので、やりたい奴が勝手にやって、どうぞ。というわけで、キョムキョムプリンでした。無編集版もあるので、ダンジョンを蹂躙する様子を見たけりゃ見せてやるよ。タイマーストップです。記録は57分14秒でした。完走した感想ですが、もうやりたくないです。普通に遊びましょう。このチャートは、吸い出し2枚、
白紙一枚で指導するのですが、こいつらの出現率はとても低く、狙って出せるようなものじゃないです。なので普通に RTA して、途中から道を逸れるような具合でやるのが限界でした。大した技量はいらないので、運さえあれば誰でも抜けると思います。そして承認でもついに1時間を切れたので、全職業1時間を切ってしまいました。それだけです。今はバグなしで走ってますので、いつか記録出たら動画化したいですね。さ、次やりましょう。それでは終わりにします。ご視聴、ありがとうございました。